YouTuber になるらしいですよ、うちの娘は。サブスクライブしてね。いや、だってまだチャンネルもないじゃん。今回のファーストデイは側な。あ、いや、オッケー。なんかいい部屋にアップグレードしてもらいました。ありがとうございます。はい、照れまかしや。いやー、さましたまま。ベイビュースイートですって。いやー、よかったね。ちょっと恥ずかしいんだよね、あんたね。ベイビュースイートになんかアップグレードしてもらっちゃいました。言ってみるもんですよね。すごいいいじゃん。すごいです。で、お外に行ったらハンマーカルです。今ね、80万ルピーだってこと。80万ルピーは7000円ぐらいだね。すごいよくない？え、トイレすごいよく。 え、すごい。 OK。 ここはね、プラスチックを出さないようにウォーターボトルを使って、ウォーターステーションでこれ水を汲んで、それもグラティスよね。いや、だから OK。 そういうスタイルみたいですね。結構意識高い系ですね。はい、ありがとうございます。わ、何で行った？ね、トイレ行くんですけど。あ、ごめんなさい。プライバシー？なんかね、YouTuber になりたいらしいですね、やっぱりね。GoPro は大体ならずーっとやって一人で喋ってるんですけど、英語なんですよ、残念ながら。日本語では一切やらないっていうね。本当は移住当初は、英語喋れるようになるかすごい心配だったんですけど、今逆です。もう日本語どんどん忘れてってるんで、日本語をちゃんと喋れるようになるかっていう心配が出てますよね。これ多分海外在住あるあるだと思うんですけど。さあ、そしてこちらが、なんて言ったっけ、ジャグジーか。これなんかブクブクとか出んじゃない？どっか押したらね。あったかいらしいんですけど、どうなんでしょうか。いや、こんなところに3000円で泊まれるなんて本当に幸せですね。しかも娘と2人で。カメさんやる、カメさん。来い、カモ、カモ、カモ。バイバイ、皆さん。ねえねえねえ、2人 YouTube 体制やめない？ねえ。ガンチクリクリ。お前ふざけんなよ、本当に。欲しい。やめてよね、本当にね、お前、本当に。うん。ああ、うめ。ちくしょ、取られた。よく働くな、あいつ。YouTuber になったら成功できるかもしれない。ペトロール。ガソリン。いきなり借りたらもうガソリンがもうほぼないっていうね。セプロリブ。JFC。 Wanna try? チキンだよ。 OK、 じゃあチェックするよ。バリには結構 JFC いっぱいあるんだよね。すげえビビってんだけど。怖いの？違う。え？ハロー。あー、こういう感じか。麺は全然食べれるよ。は
guys, I'm in JFC. I never came here in my life. Yeah, first time. And I am nervous to try it on because I try it, eat it because I am not used to like McDonald's or KFC or anything like that. So I'm really nervous. 今回の旅でねめ、JFC なんだっけ、ジャイアフライドチキン、まあ、KFC ならぬ JFC、バリ島にはねすっげーいっぱいあって、もちろん KFC よりいっぱいあるんですね。で一回も来たことなかったんで、この旅でね一回 JFC 行ってみようっていうような話をしました。味の方はいかがでしょうか。とりあえずトライしてみます。JFC。いやでもマジ。え？甘すぎでしょ。完全手で食べるスタイルだなこれな。どう？食べれる？欲しい？まんま食べれる？ご飯、こういうハンバーガースタイルでこう紙に包まれてますね。いただきます。いや、こっちの紙だよ。おー、いい感じ。わあ、これいいんじゃないですか。ここなかなか最高じゃない。運よくね、いいホテルにすごく安く泊まれたんでラッキーでしたね。シュノーケリングは残念ながらちょっとね、値段が合わなかったんで今回は諦めます。でもこのね、ウエストバリの雰囲気を存分に楽しめますんでいいと思います。でちなみにこの目の前に広がってる風景が、これがなんだっけ、ウエストバリナショナルパークです。ね、ウエストバリはかなりイスラムな感じですね。この間のマデウィもそうでしたけど、これマデウィのさらに上ですからね。ここはね、マデウィからさらに1時間半ぐらい上かな。はい、今夜はこちらにお世話になりました。いい部屋、本当にラッキー。これ3000円ですからね、なかなかラッキーですよね。ねえねえねえ、見ないでね。